りゃあ、いた。さて、第6回目やな。これ、夏休みまでに100個達成できそうやな。まあいいや。そんじゃ、本編へ。一つ目は、数学界外の人に、数学で何を専攻しているの？と聞かれたとき、どう答えていいかわからないよな。例えば専攻は微分幾何ですとか言われても、数学科じゃなければようわからんよな。かといって、一般人にわかりやすく説明をしようとしても妙にむついな。うちは、なんか積分とかやってます。とか言ってるな。皆さんはなんて言ってる？二つ目は、ホワイトボードさえあればOKやな。数学科は実験とかしないから、紙とペンさえあれば色々できるんよね。特にホワイトボードは書きやすいし、何より、なんか、難しいことやってる感がすごい出て好きなんよね。とりあえず、ホワイトボードを置いとけば、自然に、なんか式を書いてるで、夜、森の中にホワイトボードを置いとけば、翌朝には、数学科がいっぱい群がっているそうな。三つ目は、証明したことない定理を使うのは、なんかやだよな。なんか、気持ち悪い気がするんよね。別に、証明したことない定理を使うのはええんやが、心がぽっかりすいたような気持ちになるんや。これが、恋、意味わかんなくて草。恋じゃなくて、変だよ。四つ目は、大学一年の時は、イプシロンデルタ論法が暗記やな。イプシロンデルタ論法というのは、関数の連続性を、厳密的に数式で記述するものやな。数学に慣れれば、これは、もはや、日本語レベルで、スラスラと使えるんやが、慣れていない大学1年生にとっては、英単語の暗記みたいになるな。まあ、大学1年生にとっては、数学語は英語みたいなもんやからな。上の式見る限り、なんか、よくわからない、文字ばっかりで日本語がないね。マジで数学語だ。5つ目は、高校数学でどこまでやってたか忘れるやな。これは、大学でも数学をやり続けるから、高校数学との線引きが曖昧になるだけやな。例えば、閉区間開区間はやったか？集合論はどこまでやってた？とかやな。まあでもこれは、進学校やと、高校でも、大学数学の記法や定理をやるから、そういう人と会話するからバグるだけかもな。イプシロンデルタ論法は高校範囲。とかいう過激派。6つ目は、畳み込みというとダサいけど、コンボリューションと呼ぶとかっこいいやな。畳み込みというのは、数学の用語やな。コンボリューションはその英語やな。まあでも、こんなこと言っときながら、うちは畳み込みの方が言いやすいから、まだそっちを使ってるけども、レボリューションみたいな感じでかっこいいね。語尾、リューションは強い。7つ目は、訳せない英単語が増えすぎて、ノートが英語ばっかりになるやな。まあ、これは、どんな学科でもそうやと思うな。専門用語の英単語は、適した訳語がない場合が多いからな。うちは、面倒やから簡単な数学用語以外は、すべて英語で書いとるな。せやから、女子だけ、日本語で、他は、英語みたいなノートになっとるな。まあ、もはや、英語でノートを取ってる人も多いけどな。意識高いサラリーマンみたいな感じになってくるんだね。いや、あれは、明らかな日本語訳があるやろ。8つ目は、上付き添え字、せめてカッコつけてくれ、やな。添え字というのは、A1、A2 みたいなやつやな。数列でよく見るやつやね。普通は数列みたいに、添え字は下付きのを使うんやが、さすがの数学で、それだけじゃ添え字が足りないんよね。そこで盗聴するのが上付きやな。でも、上付きの問題点は、類長に見えるとこやな。せやから、上付きは、上のように、カッコをつけて書いてくれることが多いな。けれど、カッコをつけてくれないことも多いで。特に、海外の本なんかは、カッコがないのが多い気がするな。まあ、文脈から、明らかに類上なわけはないんやが、やっぱり慣れ親しんだ書き方だからなんか違和感やな。上付き添え字でも足りなくなったらどうなんだろう。左に行くのかな？9つ目は、ラプラス変換？なんやそれ。やな、おそらく工学系の人なら、これは、必須事項な数学の概念やな。一方、数学科では、そういう科目を取らない限り習うことはないな。以前も、フーリエ変換について話したんやが、それと似たような感じやな。でも、フーリエ変換についてはしっかりと、数学科でも授業はあるんやが、ラプラス変換に関しては知らんな。特に、ラプラス変換は、言葉としてはよく目にするから、
地味に気になるんよね。うん。私はお姉ちゃんのラプラス変換の言い方が気になるかな。最後は気がついたら消化棒と東大出版の本ばかり買ってるやな。この2つは出版社やな。もちろん数学書はいろんな出版社から出てるんやが、この2社には有名な本が多いよな。東大出版の本は全部揃えると背表紙がカラフルになって綺麗よな。全部揃えてる人結構多いイメージやな。うちも数冊持ってるで。特に杉浦解析は大好きやで。東大出版って名前強すぎるでしょ。さてこれにておしまいやな。これで60個、皆様からのも合わせて70個やな。やば、単にお姉ちゃんが感じたことを並べてるだけだよね。もはやそれは言ってはいけない。あ、まあチャンネル登録よろしくね。それじゃバイバイ。